はいどうも、トウソクチュードレンのつくもです。ということで、リライトハーベストフェスタルチアルートパート3ですかね、それからやっていきたいと思います。おはよう、小太郎くん。今日も相変わらず遅刻スレスレだね。遅刻とスレスレじゃ全くの別物だ。そういえばまだ委員長が来てないね。珍しいですね、あの人が遅刻なんて。チャイムが鳴るが、ルチアの席が未だに空席であることに二人が気づく。でも俺は昨日から知っているのだ。ルチアは今日は遅刻じゃない、欠席だ。今日はルチアの何ヶ月かに一度の一日がかりの検査日だし、早朝から今夜遅くまでかかるそうだ。だから今日は一日ルチアに会える。会えたからといって何か特別なことがあるわけでもないのに、会えないと分かっていると朝から寂しいものだ。ガラリと扉を開け、谷がやってくる。すぐに空席を見つけ、それがルチアの席であると気づく。ざわざわガヤガヤ。ルチア自身は だが検査やガーディアンの都合でたびたび欠席することがある。天下の委員長、風には勝てなかったらしい。用事でもあるんだろう。それにしてもさすがは委員長だ。普段の行いがいいらしいぜ。どうして？これが俺やお前だったら欠席なのか遅刻なのかと疑われるところだ。普通は、そう思われないんですけどね。なるほど、ルチアに限って遅刻は考えられねえもんな。クラス全体がルチアの遅刻を疑おうとしない中、ガラリと後ろの扉が開く。全員が何事かと振り返ると、おはようございます。誰もが目を丸くして驚く。欠席だと決めつけたルチアがそこにいたのだから。病欠なのに途中からでもわざわざ登校してきた。感心感心。なわけない。カバンを持ち、申し訳なさそうに教室に入ってくるその様子は正統派の遅刻スタイルだ。誰もまくし立てず、しんと静まり返った中、ルチアはスルンと自分の席に座る。すみません。さすがはルチア、言い逃れなど考えていないらしい。しかし今日は検査の日じゃなかったのか。なるほど、まさかの入れ替わりですかね。キリッツ。やっぱ風邪だろ院長。ぼーっとしてやがるぜ。まさか。まさかのまさかですよね。クラス中が普段と様子の違うルチアがきっと風邪でぼーっとしているのだろうと信じたが、俺にだけはある嫌な予感が過ぎていった。授業が終わると同時に俺は自称ルチアを教室から連れ出す。何をするんだ小太郎。お前ルチアじゃないな、あかりだろ。遅刻した理由は道がよくわからなかったからだろ。一応は分かってた。なんてこった、やっぱりあかりだった。みんなと同じ学校に通いたいといつも言っていたあかり。あ、だから通わせてあげたんですかね。ルチアが、ルチアが丸一日不在の今日、制服を着てこっそりと、こっそりですか、ルチアには言ってないんですか。いくらなんでも無茶だ。すぐに帰れ、騙し通せるわけがない。一日ならうまくやれる自信がある。その自信には何の根拠があるんだよ。学校のことはルチアからいろいろ聞いてるから。あかりはたびたび学校の話をせがんだのだろう。少なくとも教室までたどり着ける程度の知識はあるらしい。しかし丸一日をごまかしきれるとは到底思えない。今日一日だけでいいからお願いだ小太郎。確かに見た目はルチアにうり二つなのだ。俺でさえ少し気を緩めれば彼女がルチアであると信じてしまいそうになる。ルチアが目を潤ませながら必死に懇願しているように見えてしまう。本当に今日一日だけだからな小太郎。仮にもルチアなんだからな、おかしなことをすればルチアに迷惑が及ぶんだぞ。それは分かってる。今日一日
ルチアとしてしっかり振る舞う。さっき号令の時ぼんやりしてたぞ。あれはその、ここが教室かと思ったら嬉しくてぼんやりしてしまって。あかりがどれほど学校生活に憧れていたかは俺もよく知っている。ルチアには俺からも謝ろう。じゃあわかった、今日は一日目をつむる。コタロー、ありがとう。ルチアに感謝されているような気持ちになってしまう。あかりだと知っている俺でさえそうなのだから、まあ生半可なことで正体がバレることはないだろう。あかりは俺の許可がもらえて心から嬉しそうだった。まあバレないでしょうね。うん。キリッツ、レイ、着生機。うん、なかなかやるな。次の授業からは号令をそつなくこなした。キビキビとした張りのある号令、普段のルチアそのものだ。授業中は黙って座っていればいいのだから問題ない。はい。唐突に教師の指名を受けるが見事にクリアしてみせた。先日俺が、勉強を見ていた時は小学校を卒業できるかどうかというレベルだったはず。それを思えば、よどみなく、振り仮名のない、教科書を読み終えたのはかなりの成長ぶりだった。あかりは本当に学校に通いたかったのだ。今日を夢見て勉強を頑張ったに違いない。別の授業でも指名を受けたが、見事に黒板に答えを書いてみせることができた。すごいですね。すげえじゃねえか、あかり。お前ずいぶん勉強したんだな。いっぱい勉強した。それだけできれば編入試験とか普通にパスできそうだな。本当に入学できる日も遠くなさそうだ。時折ルチアの代わりをさせてもらうだけでもいい。そんなことしないで堂々と入学すればいい。何しろ二人ともうり二つだからな。みんな驚くぞ。あ、コタロウは今日のお昼は？あかりこそ今日の昼は？学食に行ってみたかった。なら決まりだな。おい、どこ行く？もちろん学食へ。場所は知っている。そんなことまでルチアに聞いてたんだな。とに行きたかったんでしょうね、学校に。あかりは学食の場所も知っていた。実際に来るのは初めてだから多少の戸惑いはあったようだが、確かに場所を知っていた。他には学校についてどんなことを聞いた？一通りは知っている。じゃあ音楽室は？視聴覚室は？おかけんの場所は？驚いたことに、うろ覚えのような感じではあっても、それぞれの場所についてあかりは答えることができた。よっぽど学校のことが知りたかったんだろうな。何から何までルチアを質問攻めにしたに違いない。ほら、コタロウ、これのこと覚えてる？今日は学食気まぐれメニューの一つ、特製パフェが登場する日だった。あかりはお盆に乗せ、はにかむように俺の目を見る。ああ、俺とルチアのもろもろのきっかけになったメニューだ。ルチアの中で特別な存在のパフェ、食べてみたかった。ルチアが来た日、あかりが来た日にたまたまパフェが出るなんて神様のそういう奇跡嫌いじゃない。あかりは伏し目がちに頬を染めながらパフェをつく。ルチアは結構いろいろと話してるんだな。どこまでを話しているんだろう。いろいろ知ってる。俺のことは何だと言ってた？世界で一番大切な木の花ルチアを生涯一人ぼっちにしない人。そこまで話してるのか。俺が照れそうだ。照れ隠しにカレーを石炭でもた、くべるみたいにバンバン口に放り込む。ルチアが羨ましい。羨んでもらえる男になるよう努力するよ。木の花ルチアに天王寺小太郎がいるように。ん？木の花あかりにも木の花あかりの天王寺小太郎はいないのだろうか。俺はあかりのことを、外見は高校生でもその中身は小学生くらいに思っていた。とんでもない。彼女の内面はいつの間にか成長し、いつしか恋を知るほどになっていたのかもしれない。現れるよ、絶対。どうしてわかる？その女の子は
千年を孤独に生きる運命を背負わされた。だが、そんな運命はくだらなかった。あっさりと奇跡が起こり、そいつをぶち破ったんだ。知ってる。小太郎は、ルチアの奇跡なんだ。なら、同じ奇跡はあかりにも起きるさ。期待して待ってろ。私に、奇跡は起きない。決めつけるな。いい。知ってるんだ。恋を知るくらいに成長したんだ、あかりも。いろいろと難しいことを考えられるようになったのだろう。なんだか娘が春季を迎えた父親の器用な気持ちだ。あかりにも素敵な恋をしてほしい。素敵な男と巡り合ってほしいものだ。でも付き合う前に俺が面接するからな。不良はダメだぞ。吉野みたいなやつは絶対に許さん。小太郎、今日の放課後にはおかけんはあるのだろうか。行ってみたいのか。活動を見てみたい。会長にも会ってみたい。どうせまた FPS 三昧なんだろうけどな。あかりが見てみたいなら行ってみようぜ。ありがとう。あと、その、それから。なんだ？めったに来れない学校なんだ。多少の無理は聞いてやるよ。私がその、ルチアじゃないとバレると、良くないから、その。ああ、悪い。あかりとか呼んじゃまずいよな。うむ。学校にいる間は、その、ルチアと、呼んでほしい。妥当な話だ。学校にいる間、ルチアを演じることを求めているのに、あかりと呼ぶのはおかしい話だ。わかったよ。この調子で引き続き、ルチアを演じてくれ。もちろん、わかっている。じゃあ、その、呼んでみてほしい。私のこと、ルチアって。わかってるさ、ルチア。唐突に明かりの表情が明るく輝き出す。一体何が彼女の機嫌を良くさせたのか今一つわからない。まあ複雑なお年頃に突入したからだろうな。明かりはバリバリモリモリとパフェを平らげる。するといきなりバーンと席を立ち上がる。こらー、そこの男子ども、なぜに一列に並べるというのか。完璧にそれですよね。もうルチアの、この木の花ルチアの目の黒いうちはマナー違反は許さぬものと知れ。腕まくりをしながらごった返す男子たちの無秩序の軍へ飛び込んで、あれこそ木の花ルチアだぜ。あのシャイニングアッパーの切れもまさにそのものだ。上機嫌になった彼女の振る舞いは全て完璧にこのようなルチアのそれだった。学校に滞在できる時間はもうそれほど長くは残されていないけど、今日一日が彼女にとって思い出深いものになってくれることを祈るばかり。まあルチアからね、散々話聞かされてたらルチアになりたいっていうかね、ルチアの立場になりたいと思うのはまあ普通なんですかね、やっぱり。みんなを誘いおかけんへ押しかけた。知っての通り、おかけんは基本的にグダグダだ。俺が何かを提案しない限り、お茶にお菓子でまったりと過ごすだけだ。おかけん諸君、さあ今日も一日何か生産的なことを始めようではないか。このおせんべい美味しいですね。なぜサラダ味のせんべいは塩味なのだろう。確かに野菜な感じは全然ないですね。それはね、ソルトがなまってサラダになったという説があるのだよ。私は遠慮するわ。おせんべいを食べるとマウスホイールが塩で汚れるの知ってはいたが、実に非生産的な会合だ。あかりは頭が痛むような仕草をする。でも実際には楽しそうだ。噂のおかけんを直に見ることができたのだから、あかりのためにも何か実りある活動を見せてやりたい。いろいろと提案するのだが、すでにまったりモードに入ってしまっている小鳥たちにはまるで届かない。何よりもおかけん会長がゲームに夢中では何事も始まらない。会長、あなたは俺が提案する数々の建設的意見をオールキックしてまで何をしてるんですか。旗を守ってるのよ。旗とは？旗よ、フラッグよ。
大事なのよ。保持してるチームはスコアが2倍になるの。この時間帯は海外の連中が強敵ね。奴らはどう思うよ。地雷原を人海戦術で突破してくるわ。また来たわね、おバカさん。この射線を嫌ってそこに隠れるんでしょ。あ、なんか吹き飛びました。あれ、会長もやられたの？ち、いつの間にか背後を取られてナイフキルを取られたわ。でもすぐに復活した。なるほど、死んでも死んでも復活できるのか。さっき私をナイフキルしたやつはまだ遠くへは行っていないはずよ。この落とし前はたっぷりつけてくれるわ。ひどい殺し方で復讐しそうだ。ぐるぐるに縛って C4 爆弾です。あ、また会長がやられたぞ。スナイパーだ。ああ、腹立たしい。あの芋砂、いつまであそこに陣取ってるのよ。私の暗黒魔法で二度とサバに出入りできないようにしてやるわ。スクショ取って相手の名前を晒すわけですね。そういうノーマナー行為はやめてください。死んでも何度も復活できるというのが教育に良くない。一度死んだら復活できないルールにすべきだ。そういうサバもあるわよ。不人気だけれど、あなたやってみる？やってみたい。茜が席を譲り、そこに明かりが座る。今日のおかげはどうやら FPS 大会に決まりのようだ。全く建設的でない一日になりそうだが、明かりはそこそこに楽しそうだ。キーボードで移動、マウスで照準。そうそう、お上手。打ち負けた。こっちが先に打ったのに。ダメージはヘッドショットが一番大きく、次が胸部よ。狙いを定めるようになさい。こんな器用なゲームを会長はいつもやってるんだね。バーチャルな訓練として有効かもしれない。しずるもやらせてもらったらどうだ。ああ、しずるもやってみるか。交代する。あらあら、サブマシンガンのアキンボとは渋いわね。渋いですね。 MP7 なら慣れている。それは実銃の話でしょうが、しかししずるもなかなかうまいもんだ。いいぞしずる。前方2時の方角に敵の銃声。キルログによるとショットガンを所持。了解。スモークを投擲、攻撃する。有効弾撃破。続いて9時の方角に注意。さすがはガーの二人組、銃撃戦は得意そうだ。一瞬中身が明かりであることを忘れてしまうほどだった。しずちゃんも委員長もすごいね。戦争ゲームの授業があっても満点が取れそうだ。そんな授業怖すぎる。ああ、私もやってみたいです。やってみたいです。なんか下手くそそうですよね、ちはや。そうね、あなたでも壊さない鋼鉄製のマウスが発売されたら考えてあげるわ。そもそもマウスを握りつぶしてしまうと。あれはちょっと興奮しちゃっただけで。そんなグダグダなまま一日は終わってしまった。いつもと同じ非生産的なおかけんの一日ではあったが、あかりは満足そうだった。楽しかったか？楽しかった。あんな木の花ルチアの平凡な一日が良かった。よかったな、ルチア。あ、おかけんで賑やかにしている時、ひとときではあったが、彼女があかりであることを忘れた。やはり彼女はルチアの妹なんかじゃない。彼女はもう一人のルチアなんだ。それにしてもあのしずるにも不審に思われないとはすごいな。バレないものだ。勘の良さそうなしずるにさえ今日のあかりはバレなかった。登校時にこそ若干の戸惑いがあったものの、午後以降は完璧に木の花ルチアだった。随分熱心に事前にいろいろ聞いていたんだな。学校は憧れだったから。ルチアもさぞや大変だったろうな。きっと質問攻めにしたんだろう。学校内の地理だけじゃなくクラスメイトの名前まで把握しているようだった。暗記するのも大変だったろうが、聞くのも大変だったろう。質問攻めになんかしていない。あれだけいろいろ知ってたんだ。そうじゃなきゃ説明がつかないだろう。聞かなくても知ってたんだ。なるほど。え？あかりはふわりと立ち止まると、夕焼けを背負いながら振り返る。その表情は笑みのはずなのに、逆光で影になり憂いを感じさせた。
やっぱり私は人間ではないのかもしれない。なんだよ、唐突に。知ってしまうんだ、いつの間にか。何を？この花ルチアを、ルチアの記憶を。明かりが何を言っているのか理解するのに数瞬の時間が必要だった。そして思い出す、西九条先生が言っていた明かりの体の話を。私の体の中にある生体基盤はこの花ルチアのデータを次々に取得していくそうだ。だったな。そのおかげで明かりはみるみる成長したんじゃないか。知性だけじゃないみたいなんだ。記憶もなのか。彼女はうんと言って微笑みながら小さくうなずく。それが何を意味するのか俺にはまだよく分かってなかった。最初は情報としてだけだった。この花ルチアの記憶がログとしてデータに上書きされるだけという感じだった。それは情報ではあっても記憶と呼ぶには曖昧な感じ。しかしいつしか次第にその情報量が膨大になり、具体的になり、記憶と呼べるものにまでなるようになった。それは不思議な体験だな。不思議な体験。私は生まれたばかりのはずなのに、それ以前にも存在していたことを示す確固たる記憶がある。どのくらいあるんだ？数字では示せないけれど、多分ほとんど。この花ルチアが生涯忘れられない重要な記憶から日常の些細な記憶まで、多分ほとんど。ルチアが今日帰りに何を買って帰ろうかと思い浮かべたことも全部。そしてもちろん、あの日カザモで小太郎がどんな言葉でルチアを救ってくれたかも全部。あの日の寒さも暖かさも緊張も胸の高まりも、小太郎の瞳の色も唇の温かさも、全部全部覚えてる。違う、覚えてるんじゃない。それは私の記憶なんだ。あかり。あかりと名を呼んだ時、彼女がわずかに表情を歪めた。それを見て理解する。彼女の胸中を理解する。私はあかりなんて名前じゃない。私も、いや違う、私もじゃない。私はこの花ルチアなんだ。私はルチア、あかりなんて名前じゃない。俺たちは彼女のことをクローン人間なんて呼ぶのは失礼だと思い、あかりという名前を与えた。しかし彼女にとってその名前はふさわしいものではなかったのだ。彼女はルチアのクローンであるばかりか、その生体基盤は完璧にルチアの複製であろうとデータのアップデートを重ねる。その完璧なアップデートは俺たちの想像をはるかに超え、記憶、いや人格にさえ至ったのだ。私の苦しみがわかるだろうか。私はこの花ルチアなのに、みんなはそうだと思ってくれないんだ。みんな私のことをあかりと呼ぶ。大好きな小太郎も、親友のしずるも、頼もしい西九条さんも、みんなみんな私のことをルチアと呼ばない。私のことをあかりと呼んで、私にそっくりなもう一人の私のことをルチアと呼ぶ。私の大好きな人たちがみんな、みんなもう一人の私に奪われてしまった。私も彼女もこの花ルチアなのに、彼女にだけ小太郎やしずるがいて、私にだけ誰もいない。あか、私だってあの日小太郎と一緒にデートをしたんだ。
小太郎に愛を囁いてもらったんだ。唇を交わして、これからも好きな時に唇をねだっていいって約束を交わしたんだ。なのに私にだけ小太郎がいない。誰もいない。一人ぼっちの私なんだ。俺に何の言葉がかけられるだろう。ただただ絶句しながら、もう一人の紛れもないルチアのおえつをただ聞くことだけしかできない。こんなことあっていいのか。生涯お前を一人ぼっちにしないと誓った女の子のクローンが現れるなんて。でも世界は一人分しかない。俺もシゼルも西九条先生も住む場所も学校の席も全て全て元からいるこの花ルチアの一人分しかないのだ。彼女にとってこの世界がどれほどおぞましいものなのか思い立ったとき、俺は怒りとそれ以上の悲しみに拳を震わせることしかできなかった。やがて明かりは涙を拭き顔を上げる。でも仕方ない。私は私をこの花ルチアだと思っていても、私はやっぱりこの世界ではこの花あかりなんだ。あかり、もし小太郎が私を哀れに思ってくれるなら頼みを聞いてほしい。今だけでいいから。その頼みを聞かされる前に理解する。だから言ってやった。分かってるルーちゃん。小太郎、ありがとう。新しい涙をこぼしながら、あかりは、いや、ルチアはもう一度微笑んだ。私、ルチアだよね。今だけはルチアなんだよね。そうさ、お前はこの花ルチアだ。ありがとう。もう二度とこんな無理なお願いはしないから。私はこの花あかり、どんなに胸の中がこの花ルチアと同じでも、私はこの花あかり。そう言いながら彼女は髪を縛っている紐を解く。その長い髪が夕焼けで黄金に染まりながら美しく広がった。でも黄金に輝く涙の粒は美しくもあり儚くもあった。私は明かりと呼ばれて生きていくことを受け入れるけど、この胸の中がこの花ルチアであることを私は絶対に捨てたりしない。私はこの花明かり、でもこの花ルチアなんだ。お前のことをこれからはどう呼べばいい？ずっと明かりでいい。ここは私の世界ではないのだから。いいのか、それで。いいさ。だから私も奇跡を求めることにする。奇跡って？内緒だ。この花ルチアは一度小太郎という奇跡を得た。ならもう一度奇跡が微笑んでくれたっていい。私はそれにかけることにした。彼女が求める奇跡が何のことかわからないけれど、あかりの瞳がいたずらっぽく輝くのを見て、俺は彼女の本当の強さを思い知る。あかりの求める奇跡が何か知らないけど、俺は協力するぜ。ありがとう小太郎。では
一つだけ協力を頼みたい。俺にできることなら何でも。両肘を横に開いてほしい。両肘を横って、え？言われた通りにする。脇の下が無防備に開いてくすぐられそうで不安だ。すると突然、明かりがその両脇に自らの腕を回し、俺は唐突に抱きしめられたことに気づく。おい、明かり。明かりの腕が首筋にまで伸びた。天王寺小太郎のこと大好き。その唇だって私のものなんだから。二人の長い影がしばらくの間一つになる。そしてゆっくりと余韻を残して二人の影に戻った。呆然とする俺に、明かりはいたずらっぽく笑ってから背を向ける。これでチャラにしてあげる。あの日、小太郎たちを送っていくと言って私に留守番をさせていた隙にルチアがしたことの。明かり。大丈夫、ルチアには内緒にしてあげる。他の女の子に唇を許したなんて知ったら、ルチアはきっと嫉妬に狂っちゃうから。じゃあね、また明日、小太郎。明かりは駆け出す。その長い髪をなびかせながら夕日の中に。ルチアが奇跡を起こしたように私だって奇跡を起こしてやるから。絶対に小太郎を取り戻してみせるんだから。明かり。突然のキスにまだ頭が呆然としている俺でも、明かりがどんな決意をしたのかおぼろげに理解できていた。彼女の強さを思うと同時に、この運命に対し自分はどう受け止めていけばいいのかわからない。唇に残した彼女の残り香を噛みしめながら、俺はいつまでも立ち尽くしていた。いやー、難しいですよね、本当に。これは、難しい問題です。はい、ということで今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。